すみません。今回の作品のあらすじを教えてください。はい、この作品が、嘘をつく父親の作品っていうか、そういう感じですね。コップの中に拳がいるっていう発想なんですが、それはどういうところから出てきたんですか？はい、コップの中にいる拳、うん、あ、なんだろう、これは実は小さい時の実話なんですよ。なんか父が、自分にミルクを飲ませるために毎回その拳がいるっていうなんか小さい嘘をついて、で私がその小さい時は分かんなくてもそのまま信じて飲むっていうことで、なんか毎日飲めるようになって。あ、実はそうですね。じゃあこの作品を作ったきっかけっていうのは、はい、それもあるんですか？そうですね、なんかやっぱり、父親との、小さい時からなんか父親と一緒に過ごす時間が長くて、それでそれを記録っていうか、なんだろう、記録っていうか、なんだろう、残したいな、なんか形にしたいと思って、でなんか物語としてそれを記憶の中のエピソードにアレンジして、作品にするっていうことをきっかけに作ってきました。じゃあ作品自体も結構実話が盛り込まれてる。そうですね、多分半分ぐらいがなんか本当の話です。どのぐらい、どこからどこまでが本当っていうか、どこからどこから嘘は、見た後で話した方がいいかな。あ、そうですね、はい。じゃあ今回この作品を見るにあたって、なんかここに注目してほしいとかっていう場所はありますか？そうですね、なんか色とか、あと建物とか、描いたその場所の、絵とかが結構記憶に沿って、で昔の80年代ぐらいの中国の時を再現 したいと思ってて、私の小さい頃よりちょっと5年前 の中国のその時の街の雰囲気とか、人々の衣装とか、そういうのを結構自分でなんか、なんだろう、ロケーションをしたりとか、写真を撮ったりとか研究してて、それが、見てほしいというか、はい、自分でそれをこだわりました。なるほど。今回これは絵の具ですか、色鉛筆？あ、そうですね、色鉛筆じゃなくて、なんだろう、パステルです。パステルとミリペンを使って描いてます。なるほど。じゃあ最後に今から見る方にメッセージをお願いします。はい、じゃあ映像を楽しんでください。ありがとうございます。